はい。えー、ファーストゲートのご案内終わりました。はい。今回ですね、お問い合わせいただいた方には、す、え、べ、ー、て全員に、えー、メールの方を送りました。えー、重要、えー、ファーストゲートについてというメールの件名でお送りしてますので、お手数ですけども、メールボックスの方と、あと、迷惑フォルダーの方もちょっと価格め、迷惑フォルダーの方もちょっとご確認いただければなと思います。で、万が一、迷惑フォルダーの方も、えー、見たけど、お問い合わせしたけど、なんだ。 メール、吉田さんからら来てなないいいということであるならばすいません、えー、とこの吉谷拓郎公式ブログ、Google で吉谷拓郎公式ブログって検索すると、このブログ出てきますので、えー、こちらのブログのお問い合わせからお手せいただければ、こちらからですね、お手せいただければなと思います。今回、ファーストゲートについてお手寄せしたんだけども、そシ吉田さんからね、この件名でメール届いてませんというのをちょっとお手寄せいただければなと思います。で、今回なんですけども、えーっとですね、 この、えー、1話目で、えー、和室さんとちょっと対談していた、えー、主婦の方ですね、えー、の音声対談、そのファーストゲート、その会員サイトに、まあこれが会員サイトなんですけども、まあ購入するとね、ここに入れるわけなんですけども、この限定コンテンツが追加、最新の追加されたということで、えー、いただいております。はい。まあこうやってまあ和室さんからまあ毎回報告いただくんですけども、えー、このね、 もうシングルマザーの方、月50万までどういうふうにこう、行ったのかっていうね、えー、その音声ですね。会員向けの限定音声対談が追加されています。これです。ババンと。これです。これですね。はい。まあ、これぜひ聞いていただきたいなと。まあ、今回ね、お問い合わせいただいた方の中にも主婦の方いらっしゃったんですけども、このね、まあ、対談でも1話目で結構、まあ、ちょっと話してましたけども、まあ、その、なんだ。 まあ、とにかくその、まあシングルマザーでまあお金なくて、なんかおかずがな、おかずがないみたいなね。で、パートとか4つ掛け持ちとかね、まあ。とにかく困ってたと。だけど今、あのね、ブックメーカーでこの50万ぐらいね、もう上げられるようになって、まあ息子さんに車買ったとかなんか言ってたかな。うん。まあまあ一応あ、ね、聞いていただいてる方はなんかそれでいろいろちょっと少し話してたと思うんで。 結構ね、まあ今回その、えー、お問い合わせでも、まあちょいちょいあったんですけども、やっぱまあ僕が教えているコンテンツビジネスだと、まあ、集客をしていかないといけない。商品を作って売っていかないといけない。で、よくあるのが、こんな私がどんな情報を発信するんですかみたいな、やっぱ、まああるあるなんですよね。こんな私が何発信するんですかみたいな。まあ、それは解決方法はあるんですけども、やっぱそこの仕切りが高い。 まあ、あとは、まあ、実際情報発信できるようになったとしても、集客が思うようになかなかいかない、時間がかかるっていうところがあるんですよ。で、ブックメーカーの場合は、もう本当スマホでピピってやって、まあ、ブックメーカーに限らず FX とか株とかも、まあそうなんですけども、まあス、スマホでね、ピピってやるだけじゃないですか。エンドリーするとかね。うん。だから、まあ、それで、まあ、完結するので、まあ、本当に主婦の方とかには非常にいいんじゃないかなと思いますね。 まあ実際事例がありますので、じゃあどうやって全くブックメーカーやって、やったことがない状態から、このね、50万ぐらいの収益をこう上げられるようになった。そ,それ何やったのかとか、どういう状況だったのかっていうのを、こちらでも生、生の声をね、聞けますんで、まあこれ聞いていただくと、まあこれからブックメーカーを始めるっていう方は、うーん、まあね、 ま、今回そのサラリーマンで仕事がなかなか忙しいんですよっていう方もまあお出ていただきましたけどもまあこのシングルマザーの方ももちろん忙しいですよねうん、だってね、なんかバイト4つ3つ掛け持ちみたいな話じゃないですかうん、その中でまあ習得して今月50万ぐらいいってるわけですよだから多分ね、本当にまあ習得するまではまあちょっと大変だとは思いますけども習得してしまえばまああとはまあ作業す、まあなんだろうなピピってやるだけですから うん、まあぜひ、まあこれ聞いていただいて、まあイメージですよね。あ、ちゃんとやれ,んやればそうなるんだっていう、その、なんだろうな。うん。そう感じていただきたいですよね。まあ一番いいのはね、そう、ああそう。あとね、一番いいのは、これ、結局、結局、結局、一番良い方法は何かと。それは、 うん、妄想や空想やうーんをリアルにするってことですね。 要は、まあ、このね、まあ、僕の動画を見て、僕のネット上の YouTube の動画を見て、興味持っていただいてるとは思いますけども、やっぱリアルじゃないじゃないですか。まあ、もちろん YouTube 自体は、YouTube っていうものはリアルなんだけど、別に僕があなたと直接お会いしてお話ししてるわけでもないですし、まあ、この動画に関しては、僕は顔出しせず、こう、タラタラ喋ってるわけなんですけども、なんか、なんか非現実的というかね、リアルじゃないんですよ。 で、まあ、お問い合わせでもあったんですけども、あのね、ほんとね、鷲津さんに会いますかみたいなね。鷲津さんに会いに行けと。会いに行けと。もう、これ、本当におすすめします。マジで、これをやってほしいなと。で、鷲津さんにお会いすると、鷲津さんねご、ご飯おごってくれますし、<laughs> 接待付きですから。そう。正直、まあ、今回の商品代金あるじゃないですか。 僕はあの、今回の商品代金以上に余裕で僕はすみませんお、おごってもらってますね。何回も会ってるんで。でもこれ、ね、対談でも言ってたと思うんですけど、漏れなく鷲津さんに会いに行くと、お、飯を奢ってもらいますので、だ飢え死にすることないんじゃないかな、みたいな。<laughs> まあそんなにね、まあ、あの、鷲津さんはちょっと福岡にいるのでね、遠い方はちょっと交通費かかるんであれですけども、鷲津さんにね、会いに行ってほしいですね。だから、ね、その、要はその、なんか、 信じれないですよね。信じりきれないんですよ。うーん。だからその、うんその中でやっていくためには、なんかそのネット上で見ている情報に右往左往するんじゃなくて、自分の足で稼いで、自分の目で見て、自分で触れて体験してっていうのをよりリアルにして、その原動力にしていくっていうのがおすすめです。やっぱ やっぱり不安なんですよ。な、じゃあなんで不安なのかっていうと、やっぱそれがリアリティがないからなんですよね。本当に稼げるかなっていう質問は、これからも10年後も20年後も30年後もいただきます。何や、なん、何のご案内しても本当に稼げますかっていう質問、悩み、ずっと永遠にもらうんですけども、それなんでそういう風になるかっていうと、リアルじゃないんですよね。あなたの。あなたのリアルじゃないんですよ。で、あなたのリアルっていうのは、 えー、求人票を見て時給1000円時給800円そして会社で働いて月給20万25万それがリアルなんですよでそのリアルは信じれますよねだからなんか動画でもなんかこの動画でもなんか言ったと思うんですけどうんこれかなこれで言ったと思うんですけどなですかねそのこんな質問しますって話でえ本当に 本当に時給800円もらえるんですかここでこの質問をしますかこの質問絶対しないと思うんですよ。で、なんで絶対しないかっていうとそれリアルだからです。もう見てきてるし知ってるし それがもうリアルの世界で行われてるし。でもブックメーカーってあなたの生きていくな、生きていくそのせ人生の中でありました。ないですよね。だから今回初めて聞きましたみたいな人もいますけども。アルバイトなんかそこら辺にあるじゃないですか。コンビニ行ったら求人票あるし。この、この質問しないですよね。でもこれが、これがね、ここでバイトしたら、本当に時給、 100万円。だからコンビニのバイトの求人票がね、時給100万円とか書いてあったら、多分この質問するんですよ。じゃあなんでこの質問するかっていうと、ありえないからです。今まで見たことがないからです。事例がないからです。コンビニで1時間働いて100万もらえるセブンイレブン見たことあります絶対ないですね。だから質問しますよね。面接の時に。すいません、なんか100万って書いてあったんですけど、これ,これ嘘ですよねみたいな。 多分バイトの面接するときすると思いますよ。なんでするかっていうと、それはリアルじゃないからですね。だからリアルにしていくっていう、リアルにすれば、これ、働きますよね、どうすか。これはなんか疑心暗鬼で、本当に、なんか、なんかこう、で、こう面接でも、多分ね、面接でもね、なんて店長がね、いや大丈夫、うち100万払うからって言ったとしても、いや、ほんとすかみたいな。なんか疑いながら、多分働きますよね。<laughs> めちゃめちゃ疑って、これ、ぼ、なんか、あれ、大丈夫みたいな話ですよね。からもう、わしさんに会いに行ってください、本当に。まあ、会いに行けますかというね、お問い合わせもあったんですけども、全然行けますんで。う本当にリアルにしてください。で、わしさん会える人なんで。うん。もちろん、お仕事されてるので、予定の調整は必要ですけれども、まあ、あの、ね、この、 ファーストゲートのこのおたやせの、おたやせでね、すいませんと、ぜひ和室さんに一度お会いしたいんですけど、っていうおたやせしてください。ね、おたせを。うん。ただ、あの、特に僕から購入していただいている方はサポートもね、ずっとやってくれますんで、まあ、今回ね、この教材っていうのは、まあ、そのおたやせでも、あの、ありましたけども、やっぱ和室さんのコミュニティも高いんですよ。今、和室さんのコミュニティ60万ぐらいしてるんですね。で、そのコミュニティももっと値上げしていくと思います、また。 うん、だってね、まあこれもう5年以上買ってますけど、これがあと5年積み上げたら10年負けてない手法みたいになるので、価値はもうどんどん上がっていくし、まあ値上げもしていくだろうし。 うん、で、まあ今回その教材として、そのコミュニティがやっぱ高いので、やっぱコミュニティに入るお金がないけども、勉強したいっていう人のために教材としてね、こうリリースしたわけですよ。そういう、鷲津さんのもまあ、セールスレターにも書きましたけど、その鷲津さんの元にも、コミュニティ入りたいけどお金がないと、で教材とか作ってくれませんかみたいなそ、そこはきっかけでこのファーストゲートっていうのは生まれたんですけども、で、今回の値段で、まあ、正直サポートも、まあ、教材なんだけども、サポートもね、 あの受けけられるわけですかずっとあともうやるだけだなと思うんですけどね手法もあるしうん、はい、あとまあ実際のエビデンスまあ実際にその何すかうんじゃあ本当に稼げるんですかとじゃあ稼げてる人いるよっていうそのお客さんの声もあるわけじゃないですかねだからもう僕自身も動画で相当、まあ、なんだ まあこれが信用できないのとはまあいいんですけど、この、まあ、日々、ね、鷲津さんからまあこういう感じであのう報告いただいて、それをま,あまとめて、もうなんだ、1700本ぐらいありますよ。で、これも日々やってるし、なんかまあ、出せるとかはもう全部出してるわけですよね。あとやるだけっていう、<laughs> 本当にやるだけなんですよ。 だけど、だけどですよ。話を戻すと、そのやる、だけなんだけども、やっぱり不安なんですよね。だからその不安をできるだけ払拭するためにリアルにしていくと。だから、わしずさんが目の前でね、こうやってベッドやるんですよ。ほら、今、こうやって買ったでしょみたいなのを見たら、あ、本当にこういうふうにやるんだみたいなリアルになるじゃないですか。どうすか。で、わしずさんに直接会って、今、こういうふうに、こういうふうになってたんですよ。とか、直接あなたの目、えっとあなたの直接の耳で聞けば、 うん、より、その、すげえリアリティを増すと思うんですよね。うん。だからこれね、ほんとすげえね、一回でもいいんで僕は、お金かけてでも会いに行けと僕は思いますけどね。人生変えるためにね、一回ぐらい会いに行ってもいいんじゃないかなっていう。<laughs> まあ全員じゃないですけども、僕もいろんなお客さんを教えてますけども、やっぱり成功する人、結果出す人ってリアルにしてきますもん。うん。結構やっぱ、 鷲津、まあ、さんもそうだったんですけど鷲津さんも福岡から僕東京でセミナーやってた頃鷲津さん福岡から来てくれましたからね東京セミナー参加して,てくれましたから、まあ、それがきっかけなんですけどそう足で稼ぐ自分の目で見ていくでそれをしないと結局そのまたインターネットでねその何すか情報あだこうだやるわけじゃないですか。 うん、なんか振り回されるというか、こっちの方が稼げるのかな、あっちの方が稼げるのかなって、いろんな人の登録して、いろんな人のこう情報を見てるみたいな。いや、直接会いに行って、直接聞いて、リアルにして、で、ガッて一点集中してやればいいと思うんですよね。ここの経費はね、絶対使った方がいいと思います。僕、本当におすすめです。マジで。マジでおすすめです。本当に、あの、会える人なんで。うん。だって、情報発信してる人で、会える人って、例えばね、 あのドバイで発信してる人に会いに行きづらいですか行きづらいですよね <laughs> 逆にドバイに行っても会えますって話で会えないですよね多分 <laughs> そんな気軽に会えないだろうし鷲津さんは福岡に日本の福岡ってところにいるし福岡はね立地がいいんで会いに行きやすいですよ福岡空港近いし新幹線通ってるしドバイとか行くのしんどいですよどうですか <laughs> でドバイ行っても会えるかどうかわかんないし <laughs> いや、福岡はね、めちゃくちゃ立地がいいんですよ。新幹線も。あのね、福岡空港だけですよ。あの、博多と福岡空港10分、10分ぐらいなんですけど、街中飛行機飛んでるんですけど、マジで福岡はね、利便性いいんですよ。うん。だからね、ぜひ会いに行ってほしいなと思いますね。うん、はい。まあ、ということで、あの、うん、おわせ終了しました。 まあ、お問い合わせ終了しましたけど、引き続き、まあ、僕はこの動画をね、あの、撮っていきますし、ええ、まあ、僕も40歳からブックメーカーやりますんで、うん。あ、あとはやるだけかなと。あなたこれ聞いてほしいですね。もうすでに購入されてる方は聞いてるかもしれないですけど、うん。はい。あとは学ぶだけで、学んでやるだけですね。あと、まあ、本当会いに行ってほしいなと。うん。本当おすすめです。 なそこはねな本当そこは楽しなんかねそこは楽するなっていうなんか情報を取りに行くまあね今グ,グ,グーグルで検索したりとかスマホでビビってあったら、まあ、気軽に情報はささ探れるんだけどやっぱ自分の足で見た自分の足でこう行ったもの、まあ、僕も今こういろいろ車で全国回ってるんですけど。 やっぱね、自分の足で見,見たもの、足,足でこう行ったところっていうのは、やっぱ深く刻まれるんで。まあ今ね、い,いろんなところ、そのうん、旅してる映像っていうのはまた公開しますけどもん。まあおすすめです。会いに行けということでございますね。はい、会えますんで、はい、ここからあお問い合わせしてください。 はい。ということで、えー、メールの方をお送りしてますし、あ,あとね、そう、決済が、えー、金曜日。まあ、メールの方でも記載してると思いますけど、えー、9月のこう金曜日ですね。金曜日、えー。今、今日水曜日だと思うんですけど、金曜日ですね。えー、金曜日16日まで決済してください。まあ、あとね、今日も含めると、今日、明日、明後日3日間ありますので、まだ悩まれてる方はね、も、まあ、うん、思う存分、あと3日間悩んでいただいて、えー、買うのか買わないのか、 えー、やっていいいいいただければいいんじゃないかなかと思いますでも、悩んで買わなかったとしてもですよ。悩んで買わなかったとしても、えー、一生お金の問題はつきまとうと思います。まあ、今回お問い合わせもありましたけどうん、お金の問題はつきまといますので、何かしらの方法、これを買わない、ブックメーカーをやらないってなったとしても、何かしらで稼いでいかないといけない。もちろん、ネットビジネス、ブックメーカー、FX 買う、い、ま、ろ、あ、んなやり方、いろいろあるんだけども、 それをやらなかったとしても、えー、求人票を見て、求人票を見て履歴書を提出して、えー、内定をもらう、バイトに行く、そしてお金をこう、うん、稼いでいかないときいない結局、やっていかないといけないですよ。<laughs> ね、<laughs> <laughs> そう。でも、僕が一つ言えるのは、その、求人票に書かれている時給とかで働いてると、正直しんどいですよって話です。だその、しんどいからお答えいただいてる部分あると思うんですけど、<laughs> しんどくないですか うん、だってアッパーが決まっちゃってるんだからであと、うん、労働時間ですよね自分の時間命の時間を切り売りしてやってくるわけですからでこれ覚えちゃえばもうさ,ささっとできるわけじゃないですか鷲、うん、津さんも,このもうささっとこうなんだあまあ動画でも言ってましたけどあまあ15分ぐらいですよね今鷲津さんの局地まで行けばそれぐらいになるんで鷲津さんも 和しさんも今1日15分くらいでやってますけども、和しさんも初心者でしたから。わかりますか和しさんも初心者だったんですよ、ブックメーカーうーん。しかも和しさん、サラリーマンやりながら習得したんですよ。って話で。<laughs> うん。はい。ということで、えー、お手寄せいただいた方はメールの方確認していただいて、えー、悩む方は悩んでいただいて、金曜日まで決済の方をお願いいたします。はい。では、動画の方を終わります。ありがとうございました。